すや漏らす。あ、漏らした。どうも、酔っ払いです。パンツ変えてきました。今日は公開から1年経ったということで、ゴジラキングオブモンスターズの、関連グッズを紹介していきたいと思います。ゴジラキングオブモンスターズは、ゴジラ、モスラ、ラドン、あとキングギドラの4大怪獣が激突する迫力のある映画でしたね。はい、冒頭で歌ったモスラのテーマも、劇中で流れてました。はい、こちらパンフレットなんですけど、僕は特装版を買ったんで、こういうカバーがついてますね。こういうのね、かっこいい。中身もちょっと追加になってるみたいですね、特装版。はい、でフィギュアの方なんですけど、僕が持ってるのはこちらの SH モンスターアーツのゴジラと、あとネカのモスラ、あとは SH モンスターアーツのラドン、これはリペイントしたやつですね。色塗装してあります。あと口も大きく開くように加工してありますね。あとはこのデカブツ、ちょっと持ち上げるのも嫌なんだよ。キングギドラ、でかい、めちゃくちゃでかいです。おかしい、このサイズ。はい、この4つですね。ほぼモンスターアーツなんですけど、1個だけ、このモスラだけネカを持ってます。モンスターアーツの方は売っちゃいました。はい、やっぱこっちの方がね、出来が良かったんで。うん、じゃあ1個ずつ紹介してきますか。はい、SH モンスターアーツの、ゴジラ2019、かっこいいですね。めっちゃ動きますね。はい、これは2014に似てるんですけど、背びれの形が違いますよね。初代に似てる背びれ。これ首がですね、こう上にこう向くんですよね。真上に向く。これはすごいですよね。この口用のパーツを交換して熱線をこう取り付けることができるようになってます。はい。こちらね、まあ、印象的だったのはやっぱりこうバーニング化して周りに炎を吹きつけるあのシーンがすごく印象的でしたね。ちょっとレビュー動画まとめてあるんで、そっち見てください。次はですね、モスラを紹介したいと思います。こっちはモンスターじゃなくてネカのモスラですね。この羽の色彩が素晴らしい。ちょっと透けてるんですよね。これめちゃくちゃかっこいいですよね。やっぱモンスターアーツと比べてもやっぱこっちの方が全然出来がいいし、めちゃくちゃかっこいいんで、うん、僕はこっちをチョイスしましたね。はい、こっちも VTR まとめてあるんで、どうぞご覧ください。
次はこちらラドン、ね、モンスターアーツのラドンですね。モスラとセットでプレ版で発売されてたやつです。色はこれは端っこ塗り直しました。こうグラデーションにしてちょっと燃えてる感じにしてみました。あと口もここを切断して大きく開くように改造しました。どのみち口開いてるポーズばっかり取るからこの方がいいかなって思ってます。これもレビューまとめてあるんでどうぞご覧ください。次は、こちらキングギドラですね。めちゃくちゃでかい。あーでかいです。頭おかしい。これ透明のこの翼が抜けちゃうんでここに透明の支柱を乗せないと自立しないんですよね。めちゃくちゃでかすぎてもう扱いづらいというか、だけど僕はそれ嫌なんでここ接着しちゃいました。スポスポ抜けるところを接着しちゃってエポキシ接着剤で接着して抜けないように改造しました。改造っていうかまあ接着しただけだ。でこれ何がおかしいかっていうと、なんかゴジラと比べた時にサイズ感が変なんですよね。なんか全然合わなくないですかね。頭ちっちゃい、ゴジラの頭ねえ、ここまで大きくする必要があったのかなっていうのはちょっと疑問ですね。もうちょっとゴジラにサイズを合わせてほしかったです。はい、こちらのねキングギドラの方も一応レビューまとめてあるんで過去のレビュー動画ですけど、はい、ご覧ください。モンスターの方一通り見てもらったんですけど、その他にもですね気に入ってるのがこちらかな。これ印象的でしたよね。劇中でめちゃめちゃ活躍するオスプレイ、輸送ヘリですね。これヘリボーンコレクション F トイズのヘリボーンコレクションっていうやつに入ってるオスプレイですね。これちゃんと上に向いたりとかこう扉が開いたりとかするギミックがあってかなり出来がいいんですよね。これも結構お気に入りです。ヘリボーンコレクションってのもこういうのあるんですけど、僕は箱をちょっと変えてみました。こんなパッケージにこういう商品はないんですけど、ヘリボーンコレクションのオスプレイのこうラドンに襲われるバージョンの箱を作ってみました。裏は普通なんですけどね。はい、これもレビューあるんでどうぞご覧ください。
次はこちらですね。これなんじゃこりゃ。なんだ、司令船アルゴに似てる飛行機ということで、あのステルス戦闘機のミニチュアを買いました。これはね、なんだっけな、ミッドナイトイーグルっていうなんか架空の戦闘機、それミッドナイトイーグルって映画に出てくる架空の戦闘機なんですけど、あの B2 爆撃機に似てるステルス爆撃機ってことなんですけど、まあそれをまた箱を変えてモナーク司令船アルゴっていう箱にしてみました。はい、雰囲気だけね、ちょっとアルゴっぽく。こちらもレビュー動画まとめてあるんで、どうぞご覧ください。はい、一通り見てもらったんですけど、まだこういう小物があるんですね。飛行機見えるかな、飛行機とか、あ、戦闘機とかヘリとかのミニチュアを作ってみました。この辺の何だっけな、これ現用アメリカ軍用機セットっていう、これもピットロードのプラモデルなんですけど、アメリカ軍のあの戦闘機軍用機のプラモデルがあります。これもパッケージをちょっと変えてゴジラ風にしてアレンジしてます。これが多分F22A ラプターっていうやつかな。でこれがF35B 戦闘機かな、よくわかんないんですけどね、まあ、こんなやつ、こういう戦闘機いっぱい出てきましたよね。でこれにはオスプレイもついてますね。こういうオスプレイがついてます。2機ついてました。これかな、これとこれがこのピットロードのキットについてたオスプレイですね、ちっちゃいやつで。まあこれだけじゃちょっと物足りなかったんで、僕はさらにこれ買いました。陸上自衛隊ヘリコプター、これはまあ米軍のやつじゃないんですけど、これにオスプレイのキットがついてるんですね。青島のキットなんですけど、これ箱には全然そんなこと一つも書いてないんですけど、ちゃんとオスプレイは入ってます。でそのオスプレイはすごくね、出来がいいんですよ。ちっちゃいんだけどすごく出来がいいんですよ。わかるかな、これこっちとピットロードのと比べてもだいぶ造形とかの出来がいいんですよね。でこれそれだけじゃなくて、なんと格納形態も組めるんですよね。そのオスプレイの格納してる時の状態、折りたたんじゃ状態が組めるんですね。これ気に入って買ったんですけど、すごく出来がいいですね。だオスプレイはこのピットロードの2体と2機と青島の2機で4機あります。あとは印象的な活躍をしてたのがアパッチかな、アパッチ攻撃ヘリ。これはね、組むのが大変、めちゃくちゃ細かいんですよ。これ3機ぐらい組んだんですけど、ね、これとこれとあともう1個なんか組んだけど、これは何だろう、
これ違うのかな、アパッチじゃないのかな、なんかヘリ組みました。うん、こういうね、こまごましたのを組んで、コマ撮りとかで、ラドンとかと戦わせたりしました。はい、これもね、レビュー動画あるんで見てください。わけで、簡単にね、ゴジラキングオブモンスターズのアイテムを紹介してみました。はい、最後にですね、本編の映像を早回しでまとめたコマ撮り動画あるんで、どうぞご覧ください。